右上の顔のようなアイコンからキャラクターを作ることができます。プラスマークを押して新しいキャラクターを作れます。まず名前にキャラクターの名前を入れましょう。イニシアティブはクトゥルフ神話 TRPG だと DEX と同じ意味なので DEX の値を入れます。丸いアイコンのところからキャラクターの画像をアップロードできます。キャラクターの差分がある場合、この立ち絵差分のところに登録することができます。チェックマークを押したり、差分の名前をチャット欄で発言することで差分が切り替わります。キャラクターメモには何を書いてもいいですが、キャラクターメモに書いた情報はキャラクターにマウスカーソルを重ねた時にこのように出てきます。ここには名前の振り仮名を入れるのがおすすめです。他にもキャラに関する情報を入れてもいいでしょう。キャラクターを作成した時点ではステータスの欄には HP しかありません。 MP や産地も追加したい場合はステータスの文字の右側にあるプラスマークを押して項目を増やしましょう。あとは最大値の欄に最大値を、現在値の欄に現在の値を入れましょう。パラメーターには STR や POW などのパラメーターを入力できます。ステータスと同様に項目を新しく作らないといけません。ここは少し手間なので場合によってはやらなくても大丈夫です。チャットパレットには簡単にダイスロールができるコマンドを設定したりできます。チャットパレットについては別の動画で解説します。盤面に追加をクリックすると盤面にキャラクターが現れます。盤面にいるキャラクターは左の盤面キャラクター一覧に表示されます。そして下の3項目についてです。ステータスを非公開にするにチェックを入れると他の人からステータスが見えなくなります。左の盤面キャラクター一覧に表示自体はされます。左の一覧に表示したくない場合は一番下の盤面キャラクター一覧に表示しないにチェックを入れましょう。これで盤面にキャラクターはいますが左の一覧に表示されません。発言時キャラクターを表示しないにチェックを入れるとキャラクターで発言した時にメッセージウィンドウとともにキャラクターが出てこなくなります。デフォルトの設定チェックを外した状態だと発言とともにキャラクターが出てきます。これが鬱陶しいのであれば発言時キャラクターを表示しないにチェックを入れましょう。また他の人が作ったキャラクターを自分のものにできる機能があります。自分のものにしたいキャラクターを直接右クリック、そして自分のコマにするをクリックします。これで他の人が作ったキャラクターを自分が使用することができます。キーパーがココフリアの部屋を作った時点でキャラクターシートが出来上がっている場合はキーパーが探索者のコマを先に作っておくとプレイヤーがこの機能で自分のコマをすぐに用意できるのでスムーズにセッションを始められます。